大井高幸は東京都出身のレーシングドライバー。現在は YouTube での発信をメインに活動。シリーズ参戦のレース活動はしていないが、スピードは失っていない。他にも自動車ジャーナリスト、ドライビングインストラクターとしても活躍。血液型 A 型。もともとは、高段者の自動車雑誌ベストカーの編集スタッフ。趣味として、ジムカーナなどに参戦。 ジムカーナでは全日本のシード権も獲得していた。当時の愛称はタコであった。その後、ベストモータリングの編集部に転職。模擬レースをすることによって新車の性能差を見せるサーキットバトルを企画。それぞれの車の走り、性能差を映像化してこそビデオの価値がある。という信念に基づく数々の企画は読者の気持ちをつかんだ。 黒沢元春の魅力が表現できていない。と、黒沢元春を水戸公門に見立てて、全国のミニサーキットとそこに通う腕自慢のドライバーが登場する五郎公シリーズも人気企画となった。ベストモータリングから派生したホットバージョンの立ち上げの中心人物でもある。同時に、レースにも参戦。黎明期の全日本 GT 選手権の GT500 クラスに、 ムーンクラフトがモディファイを施した日産、シルビアを買って、ベストモータリングのキャスターとして交流があった、服部直樹と共に参戦。N1 対9レースには、三菱のワークス的存在のプーマ GTO で、中谷明彦と参戦。ベスも、HV では、黒沢元春や土屋圭一など、一流ドライバーと並んで、レギュラーキャスターを務め、彼らの傍らで、 ドライビングテクニックも披露していた。特に初期の HV では、読者参加型企画で、テクニックの習得に戸惑う読者を助手席に座らせ、自身は運転席で実演をして教える、という一幕もあった。FF やオードよりも、FRMR の大出力者を担当させられる、ことが多かった。多いが在社中は、新車 VS 中古車など多彩な企画が多く、退社後はベスも、 HV どもに、ライバル誌のビデオオプションのように娯楽性を重視した作風となってしまったため、ビデオマガシンの没個性化を嘆く声が、読者から多く寄せられた。退社後にドライビングスクールの企画、運営をメインとした d ライツを設立。当時、ヤ田部にあった日本自動車研究所、ポルシェ911ホンダ s ス2000。ありがとうございます。